はい、どうも、今ね、動画を撮ってるのは、時刻は何時ですか？午前2時ですね。はい、午前2時でございます。あ、もう夜中。はい、今回のね、動画のテーマは、軽自動車でね、車中泊しながら、ノマドワークしながら、生きていけるのかというね、生活できるのかというテーマでちょっとお話ししたいと思います。これはね、ちょっと新しいチャレンジかな。本当にできるかどうかっていうのは分かんない。今ちょっと短期間でね、やっておりますけども、このね、ワゴン R で過ごしながら、しかもここでね、このパソコン一つで、インターネットの仕事をやって、もうそれでこの生計を立てつつ、車でね、移動しながら、ガソリン代、それから食費、この辺を賄いながら生きていけるかどうかというところをね、ちょっと考えてみようかなと思って。で、一つはそのライフラインというの、インフラというのかな、それをこう整えるっていうところですよね。例えば山奥に家を建てたとして、そこには電気も水道もガスも通ってないとなった時に、そのインフラを整えるっていうのは結構大変な作業なんだけど、車の場合はさ、自由に動くことができるわけね。例えば、温泉施設のあるところとか、あとはほら、トイレとか水がある、道の駅とか、そういうところで車中泊、すれば、インフラ確保できる。まず住むところでしょ。食べ物はもう移動できるからさ、移動できるわけだから、そこでね、地元のスーパーとかでこう、食材を調達して、で、クーラーボックスね、ここにほら、クーラーボックスはあるし、で、あと、ここにカセットコンロもあるんでね、簡単な調理ぐらいは、できます。で、前にもお話ししましたけどもね、今、スーパー行くと、氷のサービスとかありますからね、その氷を、このクーラーボックスに置けばね、一日ね、ちゃんと保冷してくれるんですよね。だから、食べ物に関する問題、あとは電気ね。電気はほら、車から発電して、ね、走って発電して、あとモバイルバッテリーとかね、充電しながらね。例えば、カフェとか行って、そこで、モバイルバッテリー充電したり、カフェできんのかな？できるってことはできないとかあるけどね。そこでモバイルバッテリーの充電を済ませて、で、もしくはお風呂入るとだけ寝カフェでね、過ごすとか、いう風にやっていけば、そのあたりの問題っていうのも、うまくやればね、クリアできるんかなっていうところでね。で、例えばほら、1年、2年とかになったらちょっとね、あれだけど、短期、例えば1週間とか、1ヶ月とかぐらいだったら、なんかできそうじゃない？一回ちょっとチャレンジしてみたいね。で、その時に実際どのようなものがいるかってね、そうだね、食材は割と簡単かもしれないけど、やっぱりその仕事する上にあたっての資料とか、撮影する機材とか、あとは企業案件とかのね、物取りとかどうすんのとかね、そういうのもあるしね、その辺をちょっと踏まえて、可能性とか、やってったらあれなのかな。そんな感じですかね。実際にね、ちょっと、去年ね、4月ぐらいですかね、ちょっと試験的にはやってみたんですよね。で、あれはね、4月ぐらいだったかな。だから、車で過ごすのも暑くもなく寒くもなくだし、夜過ごすのも全然寒くなかったから、ああいうね、気候のいい時期とかだったら、割といいかもしれない。あの時でね、どれぐらいだったかな？ 1 ヶ月まではいかないけど、結構長期滞在しました。で、実際にやってみるとね、意外とね、寝心地は問題なしですよ。今ね、使ってるけど、このマット。このね、アイリスプラザっていうところの、この6センチ厚のマット。これ、その時から使ってるんだけど、これがあればね、非常に快適に寝ることができました。寝心地はもう最高ですよ。だからちょっとね、寝カフェに泊まるのが、なんかちょっともったいねえなっていうぐらいのレベルで、
だからまあお風呂入るときなんかはね、ちょろっとまあ、ね、利用させてもらって、まあ、その後は車で過ごすことでさ、一日の滞在費をね、安く、抑えるってこともね、できるんでね。だからどうですかね、ガソリン代なんかはそんなに激しく動かなければそんなかかんないし、まああと食費だよね、かかるってさ、食費。あとは、なんていうのかな、なるべく家にあるものをさ、活用してやれば、まあ、そんなかかんないわけでね。なのでね、ちょっと可能性がどうかな、あるかな、どうだろう。どうですかね、要望ありますかね、こういう生活。どんな風にするのかってね。うん。まあ、これらもちょっとね、実際に実体験をちょっと交えながらね、やっていこうかなと思います。で、この後ね、もうキンキンにちょっとね、遠くに行きます。まあ、具体的にどこかはっていうのはちょっとまだね、お話はできませんが、またね、どんどん楽しいことをね、やっていこうと思います。あ、でもこの動画公開日がいつかな？この動画公開日がいつになるかだろうね。結構遅かったらちょっと時間軸なんかがちょっとずれちゃったりするから。まあ、ともあれね、今日はちょっと、なんていうの？ワゴン R でね、車中泊しながら、まあ、ノマドワーク生活っていうのは実際できるのかどうかという、そのね、可能性についてちょっとお話をしてみました。はい。決してですね、不可能ではない。もうパソコン1個。まずパソコン1個。それから、まあ、スマホ1個ね。まあ、スマホで、もう撮影、編集、アップロードやって、あとの、まあ、各種設定なんかはこのパソコンでやっていく。で、あとはまあ、原稿ね。雑誌の原稿とか、ウェブライターとかと、いろいろあると思うんだけど、その原稿書きもこのパソコンでやれば、全然できるんでね。まあ、僕は Chromebook パソコンを使ってますけども、それでも十分できるかなと思いますね。まあ、他にもまあ、ブログ、アフィリエイトとか、やられてる方なんかは多いと思いますけども、まあ、問題ないよね、そういうのはね。うん。まあ、あとは、なんていうのかな。この、生活の慣れ。やっぱり、外に出たい、自由になりたいって人だったら平気だけど、別に、そういうのは興味なくて、ただ引きこもっていたいっていう人だったら、家の中にいるのが安心っていう人だったら、ちょっと苦痛な旅になっちゃうけど、でも、なんかね、ちょっとこう夢があるよね。で、普通の、その会社員の仕事ではなくて、うちらは、その、時間に縛りがないからね、いつ寝てもいいし、いつ起きてもいいし、まあ、とりあえずやるべきことをやってれば、まあ、一応こう仕事になって、生活の糧を得ることができる、いうところでね。まあ、なのでね、人生いろいろ生き方はありますよ。まあ、こんな生き方もあるんだよ、ということでね。うん。まあ、もしね、今、会社員やられててね、僕は別に、否定してるわけじゃないんですよ。会社の仕事がやりがいがあってね、自分は楽しい。これでいるのがもう、人生の最高のステージだっていうふうにこう感じてる、充実感を持ってる方だったら、もうそれはそれで素晴らしいんですよ。もうね、自分の仕事楽しく充実してて誇りを持ってね、やってるってことは本当素晴らしいと思います。でもその一方でこの仕事がね、ちょっと本当に嫌だなっていう、例えば上司の顔色を伺ったり、理不尽な仕打ちにあったりして、もう仕事がしんどくてしょうがないという方だったら、ちょっとこんな生き方もあるんでね。で、まあもちろん、まあ給料の面とかどうすんだとかっていうのもあるけどもね、それはちょっとずつ、こう、なんていうの、積み重ねながらね、例えば最初は副業でもいいから、働きながらちょっとやってって、自分の人生をこう、切り替えていく。インターネットの仕事って本当にいっぱいあるからね。僕の場合は YouTube、それから、あと、AdSense、アフィリエイト、それからそのウェブライターね、あとまあそういう紙媒体の原稿書きとかっていう、まあ基本的にはまあパソコン1台があれば別に会社に行かなくてもそのやれる仕事でやってますけども、本当にね、仕事がいっぱいある、いっぱいある。はっきり言ってハローワークとかタウンワークとか、ああいうぐらいの数と変わらないか、それ以上ぐらいインターネットの仕事っていうのは自分で開拓していけばね、ちょっとまあググればね、出てくると思います。まあ僕みたいにその YouTube 顔出しするのは嫌だよっていう方でも、
これだけじゃないからね、まあ本当に無限の仕事があるんでね、まあこんな感じの生き方もあるよということで、ちょっとね動画にしてみました。今日取って出し、何も編集しません。このままねアップします。はい、以上です。